こんにちは。より多くの人に経験と感動をシェアし、ハピネスに満ち溢れたエネルギーをお届けして、ハピネスの連鎖で世界平和の実現を目指すアキラテレビ、ホストの中尾明です。今日もたくさんの皆様にご覧いただきまして、誠にありがとうございます。皆さんは、毎日、張りのある、充実した人生、送っていらっしゃいますか？はい、と答えられた方、素晴らしいです。そうでもないな、と思われた方、それは何が原因なんでしょうね。仕事が忙しい、疲れる。家事や育児が忙しい。仕事が面白くない。情熱を持って取り組めることがない。あっても時間がない。そんなようなところ、そんなような理由が多いんじゃないかなと思います。情熱を持って取り組めること。若かりし頃、あるいは学生だった頃、多くの方がそういうものを持っていた、そういうふうに思います。そういうものが若かりし頃なかったって方もね、いらっしゃるかもしれませんが、この10分後ぐらいにね、ちゃんと話がリンクするようになっておりますので、このままもうちょっと我慢してご覧くださいね。若かりし頃に情熱を持って取り組んでいたもの、例えばスポーツとか音楽とか、ダンスとか演劇とか、あるいは絵画とかありますよね。どれも素晴らしいですよね。若い頃に情熱を持ってそういうものに取り組んでいても、就職して社会人になると通勤だけで毎日満員電車に往復2時間半、会社で10時間、11時間、12時間仕事をして、家に帰ってきたらもうご飯食べてちょっとテレビを見て寝るだけっていう日が続き、休日は普段の仕事が忙しくて疲れているために昼頃まで寝て、朝昼兼用のご飯を食べて、テレビを見て、あるいはインターネットをしているうちにあっという間に夕方になる、あるいはショッピングに出かけたら一日が終わってしまった。そういうことが日常になって1年、2年と経っていくうちに、その情熱を傾けていたことっていうのがいつの間にか手元から離れていく、こういったパターンが多いのではないか、そう思います。私はかつて情熱を持って、青春の情熱の全てを傾けてレスリングですね、という競技スポーツ取り組んでいました。先般の東日本大震災、アメリカに住む私が被災地の映像を見て衝撃を受けました。募金を取るとかチャリティーイベントに協力するといったこと以外に何ができるか考えました。その結果、被災地の皆様に元気を出してくださいと声に出して言うこと、それ以外に精神的に苦しみ、大変なことに直面しているという苦しみを共有して、一緒に復興しましょう、元気を出して頑張りましょうというメッセージを送りたいという思いで、かつて取り組んでいたレスリングという過酷な競技スポーツ、もう一度取り組んで大会に出場し、そして勝利しよう、そのように思い立ちました。震災のその次の日からトレーニングを開始しました。2ヶ月間ほとんど毎日トレーニング自分に課しました。私はレストランの雇われマネージャーという非常に長時間労働、肉体的にも大変きつい仕事をしております。仕事に行く前にトレーニングに行き、
週に1回は仕事の合間を縫って地元の高校のレスリング部の練習に参加しました。2ヶ月間仕事から帰ってくると毎日本当にクタクタヘトヘトになっていました。そして先週お伝えした通り、6年ぶりにレスリング大会に出場しました。試合自体はね、6年ぶりなんですが、まあ、本格的な練習という意味では10年ぶりに行いましたので、本当に体がなかなか動きませんでした。試合の結果は1勝1敗、そして、古傷の膝を壊してしまうという、残念な結果に終わりました。けれども後悔は全然ありませんでした。毎日2ヶ月間大変な思いをして、そして試合で、かましくない結果に終わりましたが、本当にやってよかったと思っています。2ヶ月間大変なトレーニングをずっと毎日行いましたが、辛いと思ったことは一度もありませんでした。毎日とても楽しく充実した一日送ることができました。この10年間で最もエネルギッシュな活力あふれる期間でした。私が自分復興40歳のチャレンジと名付けて行ったこの行動、被災地の皆様に少しでも元気と勇気を与えたいという思いで始めた自分復興でありますが、逆に私が多くのものを得ることができました。精神を取り戻せた気がしました。若々しいエネルギーが蘇ってまいりました。本当にやってよかったというふうに思っています。かつて情熱を傾けて取り組んでいたことができなくなった、できなくなって久しい、皆様、そして情熱を傾けて取り組んだことがないとおっしゃる皆様、ぜひですね、もう一度情熱を傾けること、情熱を傾けてやっていたことをもう一度取り上げてみる、あるいは自分の若々しさを取り戻すという意味で自分の体を鍛えてみるということをぜひしていただきたいと思います。心身ともに若々しさを取り戻して、毎日張りのある充実した生活を送るためのちょっとした行動、それがプチ自分復興、そう思います。音楽をやっていた方、もう一度かつて演奏していた楽器を取り上げていただいて、あの音を奏でてみませんか。演劇をやってらっしゃった方、家族の前でもう一度あの劇を上演してみませんか。絵を描いてらっしゃった方、もう一度絵の具をキャンパスに重ねてみませんか。野球やってらっしゃった方、サッカーをやってらっしゃった方、野球仲間やサッカー仲間がいないということで諦めないで、バットの素振りとかキャッチボール、あるいはサッカーボールのリフティング、ドリブルといったことを1日20分でも構いませんので汗を流してみませんか。素晴らしい爽快な汗を流して心も若々しくなることを私が保証します。情熱を持って取り組んだことがないとおっしゃる方、ぜひ自分の体を若々しくするという意味で1日20分でも構いません、週に2回でも構いません、トレーニングしてみませんか。ジムに行けるならもちろんそれがいいのですが、ジムに入会する必要も特にありません。お家でできるトレーニングいっぱいあります。
ね、腕立て伏せとかね、腹筋とかスクワット、腕立て伏せができない方は膝をついても、腕立て伏せをやっても構いませんし、壁に向かって腕立て伏せをやっても構いません。これならどなたにでもできます。腕立て伏せ10回、腹筋10回、スクワット20回、これを3セットやっても10分かかるかかからないか、かからないかです。週に2回とかね、3回でも構いませんので、ぜひ続けて、半年間続けていただくと必ず目に見えて効果が現れてきます。1年も経てば自分の体が若返り、そして心も若返ることを私が保証します。ぜひぜひご自身で若々しい心身を取り戻して、張りのある充実した人生にするためのちょっとした行動、プチ自分復興、始めていただきたいと思います。はい、ですね、ここまで、ソーシャルストリームで、コメントをいただいております。ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、ですね、はい、ワッピーさんですね、雷門の、雷のね、門という、提灯のアイコンを使ってらっしゃるワッピーさんですね、お久しぶりでございます。はい、今日、あきらテレビご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ね、久しぶりに、ご覧いただいております。はい、ですね、ウェルシーテレビの、ウェルシーライフテレビのヒロさん、そしてエツコさんですね、アキラさん、あちゃん、こんばんはですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ミエさん、一人一人が情熱をかけていたことを少しずつでも取り戻すことで、きっと周りの活況が明るくなっていきますよね。そうなんです。私、このアキラテレビにですね、ハピネスを送るというタイトルを作っておりまして、番組の開始時にはですね、より多くの人に経験と感動をシェアし、ハピネスに満ち溢れたエネルギーをお届けして、ハピネスの連鎖で世界平和を目指すというふうに申し上げています。私がこの番組で、ご覧になってくださった方に少しでもハピネスをお送りして、ハッピーになったあなたが、そのまた周りにいらっしゃる方々をハッピーにする。そしてそこでハッピーになった方がまたまたそのまた周りの方々をハッピーにしていくという連鎖、それによって地球をハピネスの輪、輪の輪で包んでハピネスあふれる世の中にしたい。戦争や紛争や争い事、喧嘩、そして人に対する悪い感情をなくしてハピネスあふれる世の中を作りたい、そういう思いでこの番組をやっております。ぜひですね、皆様自分復興をして毎日張りのある充実した人生を送っていただきまして、周りにいらっしゃる方々も思うハッピーにしていただきたい、そのように思っております。はい、ですね、悦子さん、最近ヨガの素晴らしい先生に出会ってしまって、また熱が復活しています。熱っていうのは情熱っていうことですかね。このフィーバーの、この熱ではないですよね。情熱が復活してるってことですよね。はい。ですね、アキラさんの有言実行素晴らしいです。アラフィフですが、もう一度やる気にさせてくれますね。あ、ヒロシさんですね。アラフィフ、50歳がもうすぐっていうところなんですかね。年齢はね、今回私関係ないってことが分かりました。40歳ですが、本当にもう、過酷というかもう無茶なトレーニングもしましたが、非常に楽しかったです。あれで、ね、まあそのまま、倒れて死んでしまっては元も子もなかったんですが、それでもですね、非常に若々しさを取り戻した、すごいエネルギッシュ、活力あふれる2ヶ月でした。本当にやってよかったっていうふうに思っています。元気と勇気を与えたいという思いが逆に、自分にいろんなものがもたらされて、私本当に驚いています。よかったなというふうに思っています。はい。
小鉢さんですね。スポーツでプチ自分復興、いいですね。さてさて、僕も頑張らないと。はい。スポーツでプチ自分復興。そうですよ。せっかくね、かつて情熱を傾けて取り組んでいたスポーツ、もちろんね、音楽とか、芸術の分野もそうなんですが、スポーツに取り組んでいた方々が、就職と同時に、そのスポーツをやめて、かつて、素晴らしい肉体を持っていたのを手放してしまうというのが私は非常に残念なんですね。せっかく、素晴らしい肉体、そして素晴らしい競技パフォーマンスがありながら、それを自ら手放すというのはね、非常にもったいないことだと思います。もちろんね、若かりし頃のベストパフォーマンスを40歳になっても発揮するというのは、それは無理なことですが、何も自分から放棄しなくてもね、自分でできる範囲で、1日20分とかね、週末のお休みの日の1日、例えば1時間、それに使って、その情熱をずっと持ち続ける、そして若々しさを保つということをね、ぜひしていただきたいなというふうに思っています。はい、小橋さんですね、まもなく空手の大会があるそうなので、ぜひベストパフォーマンス発揮していただいて、いい結果お聞かせ、願いたいと思います。頑張ってください。はい、ゆっこさんですね。あきらさん、この度はご苦労様でした。情熱を取り戻そう。はい、そうですね、ゆっこさん、ハートフルな情熱的な、女性なんですけれどもね、読み聞かせの世界っていう、ウェブサイトでね、絵本の読み聞かせというのをやってらっしゃいます。とてもね、ハートフルなお声で、癒されますのでね、皆さんもぜひチェックしてくださいね。はい。あきらさん、膝の具合は良くなりましたか？あ、膝はですね、ちょっと結構悪いですね。もともとまあ非常に悪いんですけれども、今回、ブチブチブチって言わせてしまいましてですね、膝がなかなか曲がらないという感じで、まあ、痛いんですけれども、でも痛さも、この痛さもレスリングの一部というふうに私は思ってまして、もう慣れてる痛みなのでね、まあこの痛みとうまく付き合いながら、治していきますので、大丈夫です。はい。はい、今日はですね、プチ自分復興、かつて情熱を傾けて取り組んでいたこと、もう一度ね、ぜひ取り組んで、1日20分とかでも構わない、週2回ぐらいでも構わないので、ぜひ取り組んで若々しさを取り戻していただきたい。情熱を傾けて取り組んでいたことが若かりし頃なかったという方は、ぜひ自分の体をね、鍛えて若々しい体にして、そして心も爽快、心身ともに、若さを取り戻して、素晴らしいね、情熱あふれる、活力あふれる毎日を送っていただきたいなというふうに思います。はい、アズマックスさん、まだやってるね、今来た。まもなく番組終了なんですが、ご覧いただきましてありがとうございます。来てくださって本当にありがとうございます。はい、ですね、このあと久しぶりに、レスワダ講座復活しますので、ぜひ奥様と一緒にご覧になっていただきたいなというふうに思います。この2ヶ月間ですね、自分復興40歳のチャレンジをやっておりました間、かつて好評でしたレスワダ講座、お休みしておりましたが、今日からいよいよ復活します。はい、ぜひ、楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、ゆっこさんですね、膝の故障って恐怖にならないのですか？すごいです。絵本宣伝ありがとうございます。みえちゃん、あっちゃんありがとうですね。はい。膝の故障、まあ、怖いですけどね。まあ、もう慣れっこなので、まあ、膝を、怪我した瞬間にね、どの程度悪いかっていうのは、大体、どの程度今回深刻かとかね、そのぐらいはわかるんですね。今回、ABC、まあ、A が一番危険として、判定しました。まあ、C です。そんなにね、むちゃくちゃ深刻な膝の怪我ではないので、大丈夫だと思います。はい。それもレスリングの一部なのでね、それも楽しんでいます。はい。ですね、今日もたくさんの方にご覧いただきました。そしてたくさんのコメント、温かいコメントもいただきました。ぜひですね、皆様もプチ自分復興して、毎日張りのある活力あふれる人生送っていただきたいな、そのように思います。本日はご視聴誠にありがとうございました。この後はですね、皆様お待ちかね、
レスワダ講座の復活です。チャンネルはそのままで。